アトレティコエスパニョールフットボールクルブはメキシコの首都メキシコシティに本拠地を置いていたサッカークラブである。1971年から1982年までプリメーラリディビシオンに所属していた。1971年9月19日にスペイン人企業家グループがネカクサを買収しアトレティコエスパニョールへの名称変更が決定された。クラブエンブレムの上部には サッカーボール、カブは、クラブの愛称であるトロスとイニシャル AE が描かれた。1972から73シーズンは、クラブレオンに再試合を含む3試合の準決勝の末に、PK 戦で5から6で敗れた。1973・74シーズンは、クルス・アスルと決勝を戦い、第1戦を2から1で勝利したものの、第2戦を0から3で落とし、準優勝に終わった。 1975年、コンカカーフチャンピオンズカップ決勝で、スリナムのトランスファールを2試合合計5から1で下して優勝を果たした。これはクラブにとって最初で唯一の国際タイトルである。1976年、コパインテラメリカーナでアルゼンチンの CA インレッペンリエンテと対戦。ブエノスアイレスで2試合行われ、2から2で引き分け。 PK 戦で2から4で敗れた。1981から82シーズンはリギージャに進出したが、準々決勝で CF アトランテに2試合合計3から5で敗れた。1982年7月21日、メキシコ大手の放送局テレビサネットワークにクラブを売却。寝カくさに名称を戻した。ありがとうございます。